聖書が答えてあるところのもの、それはすなわち聖書が一つの人格を示しているということであります。で、我々はその人格に出会うことによって苦しみから解放される。ではその人格に出会うことは難しいことなのか。そうではありません。我に学べ、さらば魂に休みを得ん。我が首輝は安く、我が身は軽ければなり。すなわち、その人格との出会いというのは非常に簡単なことなので、かえって我々は見過ごしてしまう。そういうことを聖書では言ってるわけです。